プリッピャチ、プリッピャチ、ウクライナ語、プルイーピアチ、または、プルイープヤチ、ラテンモジュ転ャ、プライプヤット、ロシア語、プリピャチ、プリプヤットは、ウクライナの北部にある市である。1986年に起きたチェルノブイリ、原子力発電所事故によって住民が避難したため、現在は、無人となっている。市名は近くを流れるプリピャチ川に由来する。 ウリピアチ川の大半は、隣国ベラルーシに位置し、ドニエプル川の合流地点に位置する。ウクライナ・キエフ州の北部に位置し、ベラルーシとの国境からは 16km しか離れて、いない。市中心部から南に 4km、ドニエプル川沿いの人口湖畔に、チェルノブイリ原子力発電所、救名、v i ニ人記念チェルノブイリ原子力発電所がある。この人口の対岸には、 原子力発電所の名前の由来になったチェルノブイリがあるが、プリピアツの方が原子力発電所に近い位置にある。事故直前の人口は13,414世帯49,360人で、大半がチェルノブイリ原子力発電所の従業員とその家族だった。また、独身者や子供も多く、市民の平均年齢は26歳と比較的若かった。 死傷は原子モデルをあしらい、死のモットーも原子力にちなんでいた。市内にはエレベーター完備の集合住宅などの近代的な建物や4つの病院、公園などの様々な施設が建てられ、ソ連国内有数の充実した社会インフラを有していた。これらの施設は原発事故後に市が一ごと放置され、30年以上の時を経た廃墟と化しており、一部は 木々が生いいっているソビエト連邦時代の1970年2月4日、チェルノブイリ原子力発電所の建設と合わせて創建された計画都市である。当時は地図上にない閉鎖都市であり、厳重な警備体制が敷かれていた。1978年5月27日には、チェルノブイリ原子力発電所1号路が営業運転を始めた。 1979年5月28日には最大出力1ギガワットの2号炉が営業運転を始めたためプリピアチの人口も発電所の拡大に合わせて増えていった。1984年3月26日に4号炉が営業運転を始めた時点でチェルノブイリ原子力発電所はソ連の原子力発電量の15%とハンガリーへ電力輸出の 約80%を占める世界有数の原子力発電所に成長していた。チェルノブイリ原子力発電所はさらに5.6号路も建設が進んでおり、プリピアチには高度なインフラが整備されて人口はさらに増加するはずだった。しかし、プリピアチとそこに住む市民の生活は1986年4月26日のチェルノブイリ原子力発電所事故で一変した。 事故が発生したのが未明の午前1時24分だったことから事故の詳細を知った住民はごくわずかな市幹部と党委員会のメンバーそして事故発生時に原発で働いていた従業員だけだ市内からは原発が炎上するのが見えたことからその日のうちに事故があったことが市民に知れ渡ったが学校で屋外活動が中止されたことと警官の数が 普段より多いこと以外は普段変わりなく、住民のほとんどが、いつもの土曜日を送っていた。ことの重大さを市民が知ったのは、翌4月27日のことだった。事故発生から36時間経った正午に、ラジオ放送と、市内各地の拡声器で現事故が発生したことが、伝えられ、住民は、身分証明書と3日分の食料、貴重品を持って集まるよう指示された。14時には、 住民の避難が始まり、キエフから集められた1200台のバスを中心に、鉄路や船舶に分乗して、プリッピャチから離れていった。2時間後、ほぼすべての市民がプリッピャチを離れ、ほとんどの住民を乗せたバスは、キエフ州の西端にあるポリーキ地区、現、ポリーシケ地区で住民を降ろした。市民の大半が3日後には、プリッピャチに戻れると思っていたが、実際に戻れたのは、 数ヶ月後、それも、プリピャチから完全に立ち去る前の時帰宅のためであった。その後、陸ビダートルとして原発に残った技術者や消防士、医師、警官を除いて、プリピャチ市内から完全に市民の姿が消えた。原発事故発生後、キエフ州の各地にプリピャチを含む避難民の村が作られたほか、原発従業員には優先的にキエフへの移住が許可された。 さらに原発から東に 50km の場所に計画都市スラブチッチが作られ、プリピアチの全住民が事故の起きた年の10月から1988年10月にかけて移住した。同じく原発事故の影響を受けたチェルノブイリは少数の主に年老いた住民が余生を過ごすことを望んだ。ため完全に無人にはなっていないが、プリピアチは チェルノブイリよりも原子力発電所に近かったこともあって無人となり郵便番号も消滅し現在は割り当てられていない。チェルノブイリ原子力発電所は2000年12月に完全に停止し現在も廃炉解体が進められているがこの作業に従事する作業員は5 0トル離れたスラブチッチから通勤している。 原発事故後、町がそのまま放棄されたため、ソ連後期、停滞の時代と言われた、ブレジネフ時代より、ペレストロイカ開始前までの間の時代の特徴をよく示した、集合住宅などの建築物土がそのまま残された、ゴーストタウンと化している。プリピアチはもともと、発電所従業員のために作られた、計画都市であり、警備が厳重な閉鎖都市だったことから、 観光資源は皆無に等しかった。宿泊施設としては原発視察者のために作られたが例人広場にあった。原発事故後もプリッピャチは非常に近づきやすく、また道路上は比較的安全である。しかしプリッピャチとその周辺は生活するには危険であり、放射性物質が安全なレベルまで十分に減少まで約900年かかると概算している。 そのためプリッピア地を歩き回る際には、外側カウンターが必要となっている。すべての建物のドアは中に入る人の危険性を下げるために開け放しあるが、その多くは高レベルの放射性物質が蓄積しており、年間許容被曝量を超えてしまう危険性があるため、一般人立ち入り制限区域指定がなされている。地元ツーリスト主催での正規見学ツアーが、 存在するが、見学以後の健康に関して自己責任であるという旨が記載された書類に署名する必要がある。また、ソ連軍の装甲車やヘリコプター、トラック、バギーも放棄されているが、これらにも高レベルの放射性物質が蓄積している。75の小学校と19の中学校、7の職業学校があった。 これらは原発事故後にすべて閉校となったが、学校の廃墟内には当時の備品や教材などがそのまま残されている。矢野府駅を中心に167台の路線バスによる市内交通があったほか、人口こそいに港湾施設があった。事故発生後、これらの交通機関はすべて廃止されて、列車と船舶は放置された。ただし、線路は撤去されずに残されており、 新たにスラビチッチ駅との間に線路が敷かれている。地元のサッカーチームとしてウクライナ4部リーグに所属するがあった。原発事故後もストロイテルスラブチッチに改名して1988年まで活動した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。